どうもこんにちは、特化軍です。本日は特化軍のラジオチャンネル。なんかね、あのコメントでですよ、20分ぐらいやった方がいいんじゃないでしょうかみたいな。あ、全然やらさせていただきます。真に受けちゃっていいんですか、本当に。本当に真に受けちゃ20分ですってよ。自動再生してくださいよ、それ。見てくださいよ。ツイッターインスタやってますってからね、最初に言っちゃった。エンディングの先に言っとくのね。最後ツイッターインスタやってますからね。サンドイッチしよう。そっかそっか。コマーシャルみたいな。そう先にエンディング言っとけばね、間違いない。で、フォローお願いいたします。はい、あれですよ。はい、なんですか。俺、なんつうの、はい、コメント来るじゃないですか、いっぱいいろいろ。はい、コメント、はい。なんかその、頭偽装すんなとかさ、俺にさ。ちょっと、頭偽装すんな。なんか、交代要員みたいなさ、前髪がさ、来てるのよ。交代要員、あ、まあまあ、うまくはめてんだ、はめてんだね。言ったらね、はい、気にして、昔ね、はい、治療行ってましたからね。あれですか、一緒に住んでた時代ですよね。そうですね、はいはい、僕はもともと広かったんですけど、はい、まあ、確実に広くなってるんでしょうけども。いや、もともと広かったからね。マジで分からんね。で、20歳ぐらいの時に、うん、あれなの、20歳の時だよ、とか乗ってたのよ。うん、やっぱちょっと待って、それ聞かなかったなんて言わないよね。聞いたんだよね。あ、いや、案件来るかもしれないのは。聞かなかったなんて。あ、そっか、今俺が名前出さない方がいいのか。聞いた。眉毛ボーボー生えてきた。いやいや、それはそれでだけど。とある薬を使ったわけだ。とある薬をね、うん、はいはい、使ったこともあんだ。もう二十歳の時に使ったんですよ、とある薬を。なんか塗布するやつ。塗布するやつ、ね、なかなか言わねえ。血流をよくするやつ、ね、はいはい、塗布する、うん、血流かなんか知らんけど、その時まあもうあんまぶっちゃけあんま分かんねえなと思って、もうここだと思って、別に買わねえなと思ってやめたの。ああ、とりあえずやってみた薬は効かなかったんだ。で、うん、25、6ぐらいの時か、はい、気にし始めて。なんか一戸建てにね、一緒に住んでる時期あったけど、いいシャンプー使ってたもんね。あれよ、いいシャンプー。某なんか、なんて言えばいいんだろうね、あれね。いいシャンプー、それ用のシャンプー、運勢のシャンプー、うん、使ってたんですよ。使ってたもんな。使ってたんですよ、うん、もういまいちわからん。やっぱ明らかに生えてこないと。明らかに生えてこない。だってさ、もともと広かったから。お前、こっから新しい毛が生えてきたら、いや、それぐらいする。生まれ変わってんじゃねえか。それぐらいになると思ったの。うん、そう、だから気にしてたのよ。はいはいはい。でもほら、容赦ないじゃん。不特定多数が。いや、まあ、数じゃ、それは 2% っていう割合はずっとあるからね。いよいよ、調べて、俺も。はいはい。もうなんか、シャンプーとか、はい、塗布ではダメだ。あかん、これは。っていうことで。塗布ではもう物足りない。物足りないっていうか、普通、そこはここ判断してほしいんだけど。で、飲み薬だと。飲み薬、いよいよ。ああ、あるらしいというのに気づいたんだ。実はパソコンあったじゃん。はいはい、俺のパソコンで俺調べてたんだよ、はい、やめてくれよ。履歴で多分予測変換みたいなんで、お前ハッて入れたらハゲそれ俺が見るよっつって。で、そしたらもうそのページめちゃくちゃ長くて、はい、6ページぐらいもう熟読して、おお、これだと思って。見つけたんだ、ついに、うん。海外から入ってきてる薬で、当時がね、結構珍しい、はい、なんだろう。入ってきたばっかぐらいだった、はい、で、はいはい、海外でさ、もう 93% ぐらいが生えたんだって。ちょっと待って、海外だね、うん。俺結構海外行ってるイメージあるぜ。結構行ってるよな、海外。海外の人、気にしないらしいんだけど。あ、気にした人の 90% は生えてんだ。つまりね、それにたどり着いて。使った人でしょ？そうやね、そうやね。ただちょっとね、問題がありまして。はい。高いですよね。の錠剤っすね。1日1粒。で、なんかあと、実は性欲も減退していくみたいな。ああ。人もいますよ。まあまあまあ、この際いらないでしょ、もう。この際いらないですよ、そんな。いらないじゃないですか。女性ホルモンじゃないけど、うん、ちょっとまあ抑えるみたいな。で、病院に行ったんですよ、俺。一番安い病院調べて、まだ俺のパソコンでな。お前、やめろって。アメリカ錠剤とか。俺、どこ行くんだよ。もうチャリで必死こいて行って30分かけてシャ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 と、うん、売ってますかみたいな。行きますって。病院行ったのよ、うん、そのクリニックで。そのクリニックって男しかいないの、はいはい、気遣ってんだから、そのなんか恥ずかしいみたいな。あ、なるほどね。なるほど。しかも待ち時間もなしで速攻帰るみたいな。うん、まあ、スッと来て終わったらサッと帰れるようにしてる。そうで、受付も男性、医者と男性みたいな。そうかそうか。はいはいはい。なるほどね。うん、行ったよ。もうガチャって、もうその夢の扉を開いたわけだ。これで俺は治るって。もうピカーってなってるから。いや、もう開ける瞬間の扉が眩しくて、ピカー。いや、もう待ってよ、しばらく。ゴッドの扉を開く瞬間みたいな。
うわーみたいな、パルテノン神殿みたいなイメージな、古代のな。いやもう仲間、いやそうよ、もう仲間反射でもう待ってるやつも待ってる人たちも、まあ、ピカピカみたいな。いやいや怒られるから、ね、いやお前言ったじゃん。いや待ってる人、お前じっていいのか。俺はいいんだよ、俺は言われてるから。俺はダメだ。そしたらもう、はい、あのあと受付も、うん、受付もはげるんだよ。いや待って、いやそれやばくない、客はいいよ、客はいいよ、お客さんはいいよ。受付がはげてんの。いやだキツ、俺さキツかってどうなんだと、もしかしてシャワリあるだろ普通。シャワリ、いやそうして気にしてなかったの。気にしてない人受付やっちゃダメでしょ。気にしてる人が受付やるって夢を与えるわけじゃないですか。だからそう、そうなのよ。あちゃって開けて、うん、薄い方いらっしゃる中、うん、あのこちらですみたいにバッて言ったの、うん、バッてバッて言っててスルリンだったの受付が。いやもうなんだろう、あのチラホラチラホラタイプか、ここある感じ、ここある感じ、あ薄い薄い軍艦タイプの、軍艦が来た、軍艦こう後ろからこういうタイプね。わかるよ。もしかして、あこうかこうか、ここが顔だから包めないもんね。考えた、顔があるから、こう考えたの、うん、この病院は気を使って、うん、だからそのなるほどなるほどなるほど、お客さんにも嫉妬を生まないと。そう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 、なんかこうね、憧れすぎる、遠すぎる存在を作んないということ、ね、だからそのアメリカンのやつじゃない、ないやつ、ないやつね、うん、やってなかったんだよ本当に。その方が気使わずね、そう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 、お会計もできると。日本人的な人がハゲてる人が受け付けてよかったみたいな、うん、思わせる安心をね、リピーターを作る。まあ2パターンいるけどな、えってなる。俺は A タイプA タイプだよね、うん、シャワリあるじゃん。やってもらえやみたいなのもあるし、うん、いろんなことが交錯した、気の入ったからみたいな。あそうかそうか、新人だからね、新人だから、これからこれから行く過程を俺たちに見せつけてくるのかっていうの。ああそっか、それは夢がある、確かに確かに。ただそういう人がそれは書いてほしいけどね、何か研修中みたいな、うん、本日入ったばっかり、服用中みたいな、これからもあのね増えていくはずですみたいな、でもう5年ぐらいやってたとしたら、はい、もうスッと閉めて帰るよね。そうそう、1年目2年目の写真後ろに貼ってほしいですよ、受付、受付の、受付の、そしたらえ 新入社員の時、え2年目3年目その今すごっみたいな、なれば夢が。ただ俺が行った時はもう全然もう兆しなしの。いや新人よ、新人か、新人か、分かんない、まだ分かんない、新人だから。で一応あのその診察受けるんだよね、うん、であのお呼ばれてガチャってやったらピカーンでしょ。だからその神の部屋に入る、偉い人も偉い人、ついに、うん、もうはあもうハゲてんの。ちくしょちくしょちくしょ。もうなんか散らかしてる感じの、なんかあれよ、気にしてないパターンもあるよ、院長、もう院長どうでもいいみたいな、もう6、50だしさ、パターンかと思った。専門家でしょ、でも。そうだよ、そうだよ。専門だ。専門で、もう散らかってるの、絶対それは直した方がいいっていう、あの気にした方がいいレベルな、整えろよと。そう、なんか伸ばしてる感じだったのね。あだからもう気にしてるやん、その時点で。でもなんか、この薬はね、みたいな。うん、海外でも絶賛されてて、めちゃくちゃ効くからみたいな、うん、言ってくんの、ハゲてるのに。バカにすんだ、お前。バカにすんだ。もうドヤ顔ではメガネのこのここから見るからね。メガネのこの、メガネレンズ大丈夫から見てくるぐらいから。わかる、わかりますかみたいな。うん。買うのか君はみたいな。テンションの。この薬が欲しいのかそう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 。ハゲとるやつを、みたいな。いやいやいや。わかる、先生はほら輸入からがしたその最後の一粒まで患者に割っちゃってる自分の分がないかもしれない。ああそう漁業だからちょっと怒ってたのはもうこれ最後の、いやいや客いっぱい、いっぱいだから客だからもう今日 の予約分の仕込み分の薬もう完売よ。完売よ、自分のまかない分はないのよ。まかない薬はないわけ。自分のスープ最後の一滴まで使い切るんだわ、もう言ったら。でもほら、うん、暇な日もあるわけじゃん。あるよ、暇な日飲んでいいわけじゃん。いや次の日の仕込み、次の日に回すわけ、仕込みはもうちゃんと。そんなに混んでなかった。一粒、最後の一粒は一人でも多くのお客様はね喜ばっ かもしれない、わかんないけど。いやでもそんなテンションなかった。怒ってんじゃねえかって思った。自分もしかしたら飲んでハエデコデコで怒ってんのかもしれない、自分自身で。なのに勧めて葛藤がね。あそれか、その先生が患者の方が、あの俺より生えてるやつの患者として来た時に、あ、いらねえじゃんって、俺より生えてんじゃんおめえってムカついてんのかもしれない。いやダメだろそれ。医者として。そうか、うん、1ヶ月7000円ぐらいするの、俺20何本ぐらいできた1ヶ月7000円、携帯かよっていう。そうだな、うん、携帯代だわ、2台持ってるぐらいの。それさ飲んだよ俺は、ちゃんとやっぱり 93% だから
飲んでた、毎月毎日が。どうだったの？飲んだよね、うん、でその3ヶ月ぐらいで出てくる、まあ大体は、あ、効果がね、まあ、何も何も何にも変わらない。聞かなかったんだな。あ、要はそうです。先生的にはどうなんだ、7%見ないの先生は、その経過を3ヶ月の間に。最初だけ見られて、あとは渡されるから。にさ、その診察してられないよ、うん、待ってられないって、もう受付もずっとかけてるさ。受付いじんじゃねえよ、俺。あ、1年入ったかな、俺。それ結構だね。ずっと受付、たらふく飲めるじゃん、シャワリで。シャワ、そう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 。まあ、薬にシャワリあんのか知らねえけど。あの、ハゲとけみたいに言われたじゃいいっちょ。気を楽にしろと。お客さんに。あと同じ目線でね。そうそう、同じ目線で行けよみたいな。と。1年半だぞ。それはやばいな。だ俺もさ、変わってないから受付と一緒よ。お前、ある日、お前、受付やればいいや。病院の移行なのか、たまたまなのか、うん、マジでわかんない。でもだから、スタッフ全員、なめなのよ、もう。いや、でも、だから 7% かもしれないじゃん。そうだね。うん。だあの、結構使ったよ。だから院長的にはだから 7% でしたよと。残念。受付も？受付も 7%。 2連続に 7% で、何回も病院行ってる時に顔見知りできるじゃん、待合というか。あ、そうだからね、ちらっと見るじゃん、あれも全部 7% 詐欺やん。いやいや、詐欺ではね、分かんないけど。まだやってる商売かもしれんから。薄いとこ引いてんの？薄いとこ引いてる、たまたま行くたびに。行くたび確かに、ね、同じ人来てたよ。でもさ、全然中にはね、うん、あれだろ、全然ドフさ、ドフさの人もいる、お客さん。だからもう変だよ、もうどっち客なのっていう。いやもうものすごいふっさそうしてるじゃん、うん、まあ、かつ、いや、かつらってことねえだろうな、あれは。なんかもうすげえ、もうすごいよ、間違い室めちゃくちゃ暗いから、ね、あれだよ、うん、だからそのふさふさの人がその病院にガチャって開けるときの気分っていうのは、だからぶっちぎりで優勝したかったの、そのふさふさの人が。友達にちょっと薄毛かなって言われてたけど、全然薄毛じゃないしっていうふさふさの人が自信を持ちたかったから、そういう病院にガチャってあげてドヤ顔を決めたと。そう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 。ガシャッつって、俺どうすかみたいな。大丈夫ですそうっすねって、やっぱりそうっすねって。でもうマサの顔とかをこう見ながら。そうそう、だから地方に鼻で笑うみたいな、ちっちゃい、そう、小さめの大会に来たあれですよ、そういう感じですよ。ぶっちぎりたかったのよ。ぶっちぎられた、ぶっちぎられた、ね、いるんだよ2人ぐらい行くと、ぶっちぎられた、ぶっちぎりが、なんでこんなとこいるんだって、君が来るとこじゃないって。君が来るとこじゃないのやつね、聞かねえからさ、皮膚科行ったもん。はいはいはい。じゃあなんかね、その薬はどうやら、はい、結構年いってからじゃないとあんま効果ないよみたいな、皮膚科の先生が言っとった。なるほど、うん、で、あのこれ気休めだけ、すぐ皮膚科の先生のオブラートに包まないからね、うん、気休めだけど。気休めだけど、気休めなんです、気休めだけどっつって、なんか塗布するやつくれる、塗るやつ、塗るやつ。どうだった？もう、あ、熱い、熱いの、なんか血、あ、血に良くなる。あ、でも血行良くなるのいいんじゃないですか。そう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 、うん、血行良くイライラ調べました、私も。そうなんです、失礼しました、失礼しました、僕が言ってることはもうすべて通った道だった、通った道、もう遥か昔すぎて忘れてたよ。通り過ぎて。血流結構大事らしいですよ。そうだね、やっぱ栄養がいった方がいいんじゃないですか。はい、で、うん、その豆腐する薬は血流良くするっつって、うん、すごい結構あっ温まったんですよ、はい、ただね、目薬ぐらいしかないんで速攻で渡すんですよ。いくらすんの？いや、もう数百円。あ、まあまあまあ、それだったら、うん、だからね、あの、もしかしたら血流かもしれないから、うん、気になる人は、うん、あの皮膚科の量で、うん、若い人もね、うん、血流良くした方がいいかもしれない。その血の栄養の問題なんですよ、土壌の問題、土壌の問題なの、土壌の問題です。そうだよね、究極育つには栄養が必要、そうそう、だから運ぶのが必要。お試しに皮膚科行ってみてもいいんじゃないでしょうか。なんだまた。もうたらいにもうチューチューその数百円のやつさ、もう1万円分ぐらい入れてさ、はいはい、チャプンってこう突っ込んでこうグッグッグッってこう揉み込んでもらう、吸い込ませて、うん、もう灼熱のもう熱い頭にして毎日行くと、うん、そうだから、それやって贅沢、贅沢に使ってもね。でもそれだから使っても錠剤よりは、はい、だから錠剤に効く人もいるんですよ。なるほどね、これ結構ね調べたけどね、体質いろんなやつあるんですよ。いやでも顔立て直るのがね似合いやすいから大丈夫。まだまだ、いやもうはげる前提やんそれ。まあ大丈夫。もう真相が真相、とにかくね知りたいんですよね、そのなぜ説得力を持たせないのか、気を使ってるのか、どっちなんだいっていうね。どうしようもなかったんだよ、やってみたんだけどダメだったんだよ。 7% だったの？ 7% だったの、院長の受付も俺も。
俺も周りも 7% じゃねえじゃん。薄すぎるよ確率。いやまあその錠剤によるから。いや分かんない、それが一番有名だ。それか聞いた人から卒業していくわけだから、もう病院来ないから。聞いた人から。まあまあまあそうです、ね。卒業生からどんどん、だメンバーは減ってきますよ。でも新しいメンバー来ますよ。固定メンバー。固定メンバー。固定メンバーいますよ。神セブンみたいな。はい、神セブンみたいな。創業当初のみたいな。神セブンいますけど、よくそいつ飲んでるよな。あのね、治ってからは卒業して、新しいのがメンバー、新しい新メンバーか。総選挙みたいなのあってね、新メンバー加入みたいになるから。生えたら卒業っていいのか、いいのか。生えてきたら卒業。あで、ハゲてる間は通院だから、神セブンね。普通に生えたら卒業生がどんどん増えていって、7%だから、100人中7人しか生き残れないから、こう、熾烈なオーディションですよ。そうです、そうだ。選ばれし、もうね。受付も受付もだから、そりゃ外せないよ、それ。受付生えちゃったらクビなんだから。あ、うん、あ、じゃあ。生えちゃったら、生えちゃったら卒業なんだから。受付やっぱ病院が気遣ってなっちゃうんですよ。そうそう、俺美容師になりますみたいなんでやめてくんだから。ぜひそういう久々にね行ってみたらいいんじゃないですか。受付はまだやってるのかっていう。まだハゲてんのかって。いやあんまこんないじっているから、まあ、いやダメだ、あんまダメだ。はい、こんな感じでございます。いやだからね、そう言われるからね、ちょっと答えとこうと思って。そうだね、ラジオチャンネル、まあ、ラジオチャンネルなんでね、はいはい、こんな回もあり、はい、あるんじゃないでしょうか。はい、ツイッターインスタ、はい、ツイッターインスタ、やっております。特化群で検索お願いいたします、はい、フォローお願いします、はい、チャンネル登録もお願いします、はい、本日はこれまで、それじゃあまた。